ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好き、ジャガーズです。じゃじゃん。さあ今日はですね、ジャガーズが聞いてびっくりした、ジャニーズジュニアのお話。実際ジャニーズジュニアから聞いた話で、やっぱそうなんだって驚きね。あのね、結構あるじゃない、意外と。僕らのそれいくつか、はい、簡単に一つ僕言っていい？はい。びっくりしたのが、あの演技練習はしないっていう。ああ、ね。最初、今でこそそれこう雑誌とかで書いてる人もいるんですけど、最初聞いた時に、え？どういうこと？って言ったら、もうみんなね、もうダンスはやるけど、ダンス練習だけで終わるっていう。ね。だから結局自分をアピールするための武器は自分で掴むしかないというか、そう、すごい状況だから。芸人も意外とそんな感じじゃない？まあね、芸人育てるっていうのもさ、別に作家がついてネタ見せたらいいけど、みんなが自分たちネタ考えて個性を出していって、まあね、サポートしてくれたりとか、まあ、芸人もコントやったりするけど、別に演技のレッスンとかはないから。まあまあそうだよね、自分流に。不思議、すごいよな。だからダンスもさ、プラス自分たちで、僕たちリアルに直接聞いたのは、その仲いいメンバーとかで、そう、同じダンス教室通って、そうで特別に別でレッスンするとか。ダンスやってんのに、ジャニーズでやってんのに、さらに個人練習で、個人練習のために別に通ったりとか、通うとかあるらしいもんね。そう、もうあの僕なんかもともと劇団出身なのよ。ああ、少し行ったことがね、あったもん。16歳ぐらいの時から劇団に入ってて、散々もうなんかういろうりとか、なんか早口言葉のとか、すごい演技の指導めちゃくちゃ受けるのよ。で、いやー、やっぱ主役になるジャニーズの人たちも相当やってんだろうなと思ったら、やってませんって言えば、やってないんかいこっちはエキストラとかでもすんごい練習していくのに、すごいなそこは。もうそのあのジャニーズジュニアの中で血出るためには、もう自分たちのやっぱ才能だったり努力とか。そう、あと他にもね、これはちょっと意外だったのが、あの PGF って曲ね、少年隊の、もう8時が J の頃とかみんなが踊ってた、PG、 ちょっと振りは危ういですけど、 PGF を歌うこのやつ、誰も似てない君でいい。そうで、あれを散々見てきたじゃない、ただ今のジュニアはほぼ踊れないらしいです。衝撃、あれは聞いた時。あ、そう、そう、 PGF は踊れるでしょみたいな、当たり前の感覚見たけど、こっちはもうそう、これで見てたから、確かに今の子たちって歌わないよ PGF、小倉とかでも。ってことは、まあ、その嵐とかはね、そのやってたジュニア時代、世代が違うんだよね、ジュニアの代表曲としての。 4A までかな、 4A までか踊れんのかな。キスマイとか ABCG はいけそうじゃない、ちょっとギリいけそうじゃない、踊れんのかな。だからその辺ぐらいだと思う。そっから先、まあどっか歌って機会があって覚えたことあるかもしれないけど、俺はもう For You はもうその滝つばのコンサートで For You って実際踊ってたから、それは見てるけど、それはちょっと衝撃だった。もうあの今で言う本当キャンドゥキャンゴー的なイメージの曲だったよね、昔のね。そう、みんなが踊ってたっていう、それを踊れないっていうのはびっくりした。時代のことは、ジュニアの代表曲も時代によって変わるっていう。はあ。さあ、そしてもう一個、これがね、ってなったのが、まあ、例えばまあグループいるじゃないですか、ね、グループ、ジュニアの間もグループね、でしっかりもグループとして活動してるのもあれば、なんか雑誌で発表されてふわっとしてる時もあるじゃない、なんかある、まだメンバー定まってないみたいな時とか、出だしの頃ね、その時って自分たちも分かってない、雑誌を見て、なんかくくり一くくりになって名前ついてたりとか、あ、うちらって、あ、俺今このグループなんだみたいな、雑誌で知ることが多いの。あ、そう。あとだから、それで同時期に出てる雑誌でもメンバー違、ちょっと違ったりとか、あれ、うちあっち読まれてないけどみたいなとか、抜かされたのと思いきや次呼ばれてるとか、分かんない分かんないみたいな。なんかその
ね、スケートボーイズスマップ、はい、もう当初国分太一くんがいたりとか、ああはい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 、なんかちょっとふわっとしてるじゃないですか。そう最初はね、まあ、完全にこのメンバーでやりますっていうんじゃなく、なんかふわっといたりいなかったりみたいな、絞られていくと、絞られるとか固定されていくみたいな、うん、あれ不思議だよね。不思議、こっちはそういう感覚じゃないじゃない、うん、でもそれもみんながそれぞれ、うん、同じようなタイミングで知ったの、ファンと同じタイミングで知ったりすることも多い。でもさ、よくなんかテレビとかでもメンバーの結婚発表どこで知りました、あニュースで知りましたとかさ、なんかたまにあったりするでしょ。結果そうっぽいね。今日はその辺のお話を、はい、させていただきました、うん、やっぱりまだまだね奥が深いジャニーズのね、はい、ジャニーズジュニアでございました、うん、はいはい、バイバイ高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。